これはこれは、いかがされました。ようこそ。よくぞいらっしゃってくださった。あなたが音に聞くクロード。村の者が避けるぞ。なぜだ。見知らぬ者は恐ろしい。猛虎か賊か分かりません。悩まされておるなら手を貸すぞ。どうぞお構いなく、我らでどうにかいたします。助けはいらぬと申すか。村の敵は病と、そして飢えです。太刀では抗えません。それでよいなら承知した。どうも気になる。見て回ろうか。こちらへ。お話が。ただしあまり近寄らぬよう。何者だ。どうか来てください。なぜ隠れる。俺は村の者ではありません。我らの姿は見られん方がよいかと。この村は何だ。ここは誰も寄りつかない村で、数日前から佐藤佐野颯太の様子がおかしいんです。よくぞ話してくれた。用心して隠れておれ。何を隠しておる。女物の布切れだ。血の手形に爪の跡。誰かこの中に入れられて出ようとしたようだ。死んだのか。
凍って穴を掘れなかったか。多くは病で死んだという話だが、皆男、切られておる。何かが吊るされておったようだ。この村は何だ。連れ去ったようだ。だがどこへ。手を縛られ逃げようとしたが切られたようだ。むごいことを。足跡、この方向で間違いない。百姓の家に逃げ込んだな。蒙古だ。さらわれた者は無事だろうか。Beitir Samarak holt no. Thank you.
이내 희생 훈 우후였어요. 대리 어서 돌로 간다시. 여머니 겸하르보 텐하락다 굴뻔. 어차 내려지 말든 세림치다 해. 아까도 우치르볼 우흐텔 볼록노. 인구 하루 텐트 박아요. 세른 스텝에 Termun bei Starla. Arsan Hunriken Olcir. Terten Bagayu. Serrem Stebe. Dara Mostrcha Tokwe. Good.
내기운 배. 들니 가지. 점사라. 대가죠. 야말 내기움 하루. 옆차간지 그때 볼 험치다. 終わったぞ。皆を村まで送ろう。戻りたくありません。村の男どもは私らを猛虎に差し出したんです。男のムクロがあったぞ。ソータから守ってくれたものです。私らはここで暮らします。ですが何とぞ奴らに裁きを。任せておけ。奴らめ、見過ごしてはおけぬぞ。皆の者、出てこい。我が名は酒井。話がある、急げ。一体何事でしょうか。お主、測った。何のことでしょう。村の女から全て聞いたぞ。戦う術を知らぬ身です。従うしかありません。お主、それでも人か。皆もそうだ。どうかお慈悲を。すべて私の案、罰は私一人に。よし、心得たぞ。
俺らも佐護から消えろ。戻れば蒼太に会わせてやるぞ。行け。これは何があったのです。猛虎にさらわれた女は助けたぞ。百姓の家に隠れておる。お主も行け。そうさせていただきます。Yeah!
Güç piş bence. Değil mi ha? Бүгдээрээ мус самураг нэт дуцкай. Тэр тэнд байна уу? Юм алгаа. Уцэ, ямар тааш бэлэн байгаарэ? Ахад үцэр бол, өгдөө бол окно. Тэд энэс мултар чадахгүй. Алсаг алуурсан ойр байна. Оцгой. Ямар нэг юм харуу. Энд харагдахгүй л байна. ことに我々に思うしてくださいました。大元国に下りさえすれば非道な扱いを受けることのない穏やかな暮らしを約束すると、唐国の民も平和を享受し、蒙古の皇帝フビライを称えております。典型に従いその意をお伝えすれば我らにも平穏が訪れるのです。さあ皆さん、その身を大元国に捧げるならばここでひざまずきなさい。 ありがたいことに我々に思うしてくださいました。大元国に下りさえすれば非道な扱いを受けることのない穏やかな暮らしを約束すると、唐国の民も平和を享受し、蒙古の皇帝フビライを称えております。典型に従いその意をお伝えすれば我らにも平穏が訪れるのです。さあ皆さん、その身を大元国に捧げるならばここでひざまずきなさい。おい、うどくちゃ張った。 Эн үхчихэ. Оцэй, ямар тааш бэлэн байгаарэ?
子の大義を解くそうだと知れ者めが。お助けを。切りはせぬ。猛虎をたたえておったな。見返りは何と約束された？断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。ノリオを知っておるのか？戦支度をしております。お連れいたしましょう。急げ。さあ、こちらです。あれはノリオが知ってのことか？杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしろと。あやつが言ったのか？ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話しています。クロード様です。ノリオは港中におります。そして小勢を両脇に送り込む。木を隠れ蓑にするのだ。酒井様、皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。あんなことがあってはな。櫛寺がおらずとも寺は奪えます。あやつらが戦えると思うか？我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む？杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ？夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。おお、兼太の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか？死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。
街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。そうは捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりました。我らも長い付き合いになるからな。こちらへ来てください。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。クシデラが味方とは心強い。杉寺と赤島、クシが一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。今日死ぬ者は誰一人いない。たとえ倒れてもその名は永遠に語り継がれよう。
堺様、寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。 何か壊されていないか確かめなくては。さあ、こちらです。ノリオ、堺様、どうした？この中に入ってはなりません。何があるというのです？
いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ね、ノリオ。兄さん。の。牢から連れて行かれた時、てっきり。モコに全て教えれば。お前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。方針串寺赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか。まだ息をしてる。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が降りやんだら別れを告げます。